はい、はじめきゅうしょうです。さっきちょっともうね、今ね、一気にね、狂気が吹っ飛んだ。俺なんか今日おかしいんですよ。おかしいからって言って、今日はもう俺の今もうすぐ死にそうだから、狂気とユーモアを全部出し切ろうとしてるのかなって思って、俺その次に言ったのは俺の本名言っちゃってね、なんか本名言ってもいいんですけど冷めちゃったんで一回消しました。なんで本名言いたくないかっていうと、まだみんなに浸透してないんですよ、僕の本名が。なんで早くみんなに知ってほしいなって思って、早く俺も本名言えるくらい有名になれて、本名がみんなにね知れ渡ってほしい。でも俺ね、俺の本名をねどこに書いてるかな、結構簡単ですよ。簡単な動画に、もうお前その動画はダメだろっていう動画にあるんで、うん、はい、ということでね、今日はやべえと。だからちょっと一回落ち着いて雑談していこうと思います。まあ雑談っていうのもなんかね、雑な談笑なんで、いや談笑ではないけど、まあね、まあ雑談ではないですよ。あぶね、これ口で飲むってことだった。癖おぜえよな。なんかさ、ペットボトルをこうやって直角っていうかさ、すごい角度入れるとプチャプチャプチャって言って水がつくの。反骨精神ありすぎだろお前。うん、本当にクラシック聞けな、パンクになるな、本当に個性を大事にしろって俺のお父ちゃんとお母さんが言ってたんだ。これはね、右手くんが言ってるだけなんですけどね。ね、こうね、なんか今さっきの瞬間の顔が林先生のなんかプシャンって言って撮った時の動画みたいな瞬間みたいな。だから橋本環奈さんが一番すごい可愛いっていうね、なんか一兆年に一度だっけ、なんだっけ、千年に一度の美女って言われた時のこのなんかこんな画像、怒られないか橋本環奈、こういう画像あったじゃん、腕がこうなっちゃう、これ上がるわけね、こんな画像あったじゃん、このキラーみたいな、なんかどこ見ていいか分かんないけど、その画像あったじゃん、その画像みたいな感じで瞬間を切り取られた時の林修先生の顔でありそうな顔だったよね、さっきのね。さっきって何、はい、さっきって何って、すごいなんかね、成瀬さんっぽくなっちゃってんな。これをもし成瀬さんが見たら全然成瀬さんじゃねえよって、俺じゃねえよって。一回中断します。いいギャグが思いついたんで。